メアリー・フラーはアメリカ合衆国の女優、脚本家である。出生名はメアリー・クレア・フラー。日本では大正時代にメリー・フーラーとも紹介された。世界初のフランケンシュタイン映画、フランケンシュタイン、世界初のシリアルフィルム、何がメリーに起こったかに主演したことで知られる。1888年10月5日、ワシントン DC に生まれる。最初のキャリアは、 舞台女優で一座と共に旅をし、ニューヨーク滞在中に一座が解散してしまい、バイタグラフスタジオに活路を求めたのが映画界入りのきっかけである。満19歳を迎える1907年に公開されたザ・ーグリー・ダック・リングが最も古い映画への出演記録であるが、本格的に同スタジオに入社するのは1908年のことである。以降、 同社が量産する一貫ものの短編映画に多く出演する。1910年にはメアリー・シェリーの小説フランケンシュタインの世界初の映画化フランケンシュタインに主演している。1912年7月26日に公開された世界初のシリアルフィルムであるチャールズ・ブレイビン監督の何がメリーに起こったかに主演する。 1913年には、自らの主演作の脚本を書き始めている。1914年には、ユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーに移籍、フローレンス・ローレンスとハリー・ソルターが始めて、すでにユニバーサル参加の制作会社となっていた、ビクター・スタジオが量産する短編映画に多く主演する。1915年に初めてコンビを組んだ監督、 ルーシャス・ヘンダーソンの量産する、ほぼすべての短編映画に主演し、その間、1916年にユニバーサル参加に設立された、ブルーバード映画で、同年、同じくヘンダーソンが監督した、ザ・ストレングス・オブ・ザ・ウィークに主演したが、ほとんどの作品が日本で公開された、ブルーバード作品の中でも、同作は公開されていない。満2 9歳を迎える1917年、 ツーザ・ハイエスト・トビダーに主演したのを最後に人気絶頂期に映画界を去る。1924年、ある雑誌が発見したところによれば、メアリーは故郷のワシントン DC で母と共に暮らしていたという。同志によれば、映画界の過重労働に疲れたことが引退の理由であり、当時は悠々自適の暮らしをしていたという。ただ、再度映画制作への希望を持っていることを同志が、 掲載するや、再び消息を絶ってしまう。消息が報道されて49年、引退から56年が経過した1973年12月9日、ワシントン DC の病院で老衰により死去した。八85歳没。同市内にあるアメリカ連邦議会墓地に墓悲鳴を持たずに眠る。2010年6月8日、メアリーが主演したシリアル、婦人記者のプリントが、 ニュージーランドで発見されたと報じられた。1916年、特筆以外すべて出演作である。バイタグラフ時代にあたる1907年から1914年の180作近い短編、シリアル作品については主なものに止めた。ありがとうございます。